これ何？え？え？これやっぱあれかな、昼人間がいたところに戻ってあいつを倒さないとダメっぽいな、なんかそんな気がするね。他もう見たからもうこれは逆に分かりやすいよ。あれ、ここにボタンあるぞ。ちょっと待って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 、これは？はい、あー、え？え？やばない？もう一回押すでしょ。もう押す必要はない。あるっしょ、あるっしょ、押す必要。え、これはどうすんの？え？え？ちょっと待って待って待って、あー、お腹痛い。ちょっと待って、緊張でお腹痛い。ちょっと待って待って待って、上には来ないよな。ビリーは安全だよな。じゃあレベッカで倒しに行こうよ。いけるっしょ。もう火炎弾あるし、ちょっとすごい軽装だけど、こんなこう旅立たせるのはちょっと心が痛いけど、取れてる？これはいけるっしょ。勝てる勝てる、全然勝てるよ。ただあいつ間合い広いからさっさと。何何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 何、今の動作怖えな。ここでもすげえ戦いやすいぞ。もうさっさとやっちゃおう。よしよし、死んだ？ポーションになっちゃったけど、よっしゃ、オッケー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 、よくやったよくやった。でこれでなんかこっちが開いたね。悪魔に寄り添う、女が描かれている。はあ、不気味だな。これは、あ、これ爆発するんじゃね。あ、採取系か。調合した剥離剤を作った。俺いつ取ったっけちょっと待って、俺いつ取ったっけ。そんな薬品なんか勝手に剥離剤になっちゃった俺、無意識のうちに。やった。あ、しかも薬もあるぞ。都合がいいな、これ使っちゃうか。ここも似たような感じなんだよね。何かをはめる、これではないよな。どうしようもないところはあるんだよね。あれ、ここ開かない扉かと思って調べなかったけど、ロックがついてんだ。何かが抜けていて入力ができない。マップに表示されないアイテムが多分転がってる。来いや、行って、近いなお前。ああ、もうその抱きつきやめてほしい。これ戦いづれえな。ほら、なんかある。戦いづらいよお前。死んだ？死んでくれた？死んだか。いやー、ちょっと戦いづらかったな、ここ狭くて。よし、ざまあ見ろ。うわー、なんかいっぱいあるね。見応えのあるものがあるね。人体標本の入ったカプセルだ。どれも苦悶の表情を浮かべている。うわー、かわいそうに。ほら、やっぱなんかあった。サンプル、スイッチ押して大丈夫？光ったカプセルが一つある。うわぁ、何これ、汚いだろう。普通に汚ねえよ。あ、でも中に入ってるね。こう蓋の部分汚すぎだろ、いくらなんでも。どうしてこんな、なんかね、未来的なのに、ここすげえ汚ねえんだよ。ちょっと拡大したいな。限界か。まあでもヒルが入ってるね。よし、これもう取れないの？取れないんだ。あれ、これ火炎瓶？よーく見たら、ここで火炎瓶作れるね。ちょっと覚えとこうか。いやー、でもやっぱね、マップはあんま当てにしちゃいかんな。そのマップで見たからといって全部のアイテムが表示されるわけではないから、一旦セーブしよう。結構いい感じよ。気がかりなのはあと1回しかセーブできないことかな。ちょっとそれは怖いけど、まあしょうがない。セーブだ。オッケー。研究所、機械室。まあかなりいいとこまで進んだね。まあ次回は手元にあるなんかヒルのサンプルみたいのを、まあどっかに使うみたいな感じだと思うんだけど、まあちょっとね、HP がギリギリだから、まあ怖いところではあるけど、まあ今回はここまでにしておこう。続く。